ふん、かい、いつパート分を使って完成させたネザーゲート。それだけ頑張ったのにネザーに滞在した時間は極めて短かった。おもろ。そしてネザーから戻った時に別の場所にゲートが生成されたことについて、以前にもシセカでも同じことがあったとコメントをいただいた。だが本人は裏で、そんなことあったっけ?と言っていたことが判明した。その後風車を作成するために、必要な部品などをクラフト。これで飛躍的に時代が進歩することだろう。あと一つ思ったことがあるのだが、前回のあらすじって必要なのか?もうダメだわ。これ人参で誘導するの限界ありますわ。気づいたらどんどんウサギの数減ってるもんな。匂いか?鼻が効く動物にとってアベルの匂いがちょっとな。え、それ本気で言ってる?てかさ、思ったんだけどさ、リード使えばよくない?他のみんなが気づいてることに絶対に遅れて気づくよな。でも、スライムボールなくない?そこは大丈夫。このネザーで手に入れたよくわかんないやつを燃やせばスライムボールの代わりになるのです。おお、ここでネザーのアイテムが役に立つとは。いや本当にこれ使えるの?確かに怪しい見た目をしてますけど、ちゃんとスライムボール代わりになるのだよ。これでウサギの牧場が無事に完成するね。そんなわけでウサギ牧場完成まで頑張るぞーました。はい。でも、ウサギの場合普通に脱走しちゃうんじゃない?まあ、その時は高さを上げるつもり。さあさあどんどん繁殖してくれよ。マイクラでウサギの繁殖とか初めて見たな。なんだー?いやコウサギの移動速度が尋常じゃないんですけど。コウサギってこんなに早く移動できたの?命の危機を感じて潜在能力が発揮されちゃってるやで。完全にこれさ、FPS によくいる加速チーターじゃね?エイペックスチーターがこんなところにまで。こんなの囲いがなかったら一瞬で脱走されてたわね。まあ無事にウサギ牧場は完成だ。マジで早いですな。現在畑の拡大をしているところなのですが、めめ、どうだった?さっき調査に行ってみたら流れ着いてたやで。ああ、コメント返信か。海辺に漂流していたコメントに返信するコーナー。略して、漂流返信コーナー。うん、流れ着いてたコメントはこれだよ。アテネ、もしや料理が苦手。へ?ああ、気づいちゃったか。たまにそういう面が出てたけど、ついに確信に変わっちゃったのか?いやいや待て、なんで私が料理苦手みたいな感じになってるのかな?あ、料理が苦手ではないと?当たり前よ、料理ぐらいできるに決まってるじゃない?そうですかそうですか。ああ現場のアテネさん、お返事の方お願いします。なんか始まったぞい。いろいろとそちらのキッチンに食料を用意させていただきましたので、何か、料理をお願いします。なるほど、それで私の料理の腕を試すってわけね。それなら最高に美味しい料理を作ってやろうじゃない。はい、楽しみに待ってます。まずまずの出来ってところじゃないかな?アテネさん、そちらの品が完成品でよろしいのですか?そうだけど、これ誰が試食するの?あんたが食べるの?いえ、試食の方はリポーターのめめさんのお仕事ですので。なあ、本当に食べるのか?何を遠慮しちゃって、ほら、別に全部食べちゃってもいいのよ。さあめめさん、食レポの方お願いします。それじゃあ一口。めめー。見てください。数時間放置してたら全部の作物が育ってた。全部の作物が育ってるのってなん?どうかしましたか?今一瞬ドラムロールが聞こえたような。おやべる、お前裏でスプラしてたろ。いやいやマイクラ中にスプラするわけなかろうて。本当は?がっつり裏でスプラしてました。今月全ルールの XP が2400を超えててすごい絶好調なんですよ。そっかそっか、それはよかったな。でもマイクラに集中しろよ。努力します。それでこれ、右クリックをするだけで回収&上直しができるんだよね。この機能すっごい便利だよね。それで、朝の方は集まった?朝に関してなんですが、9スタック分のアサイトが準備できました。褒めて。わあ、すごいなあ。アベルは本当にすごいやでー。気持ちがこもってない気もしたけど、まあいいでしょう。これだけあれば余裕で風車も作れるわね。まずはアサイトを使って麻布を作ります。そしてその麻布を使って帆を作り、風車が完成するというわけでございますねー。おお、簡単にできちゃったね。いやでも、これならこんなにアサイトいらなかったんじゃ。いや、もう一つ垂直風車ってのがありまして、それに帆が8つ必要だったんだけど、別に今は全く必要ありませんでしたね。やっぱり結局いらねえのかよ。完全に無駄な働きやで。人生において無駄なことなんて何一つないのだよ。でもアベルいつも言ってるじゃん。ゲームする時間を編集に回せばよかったなーって。あ、いや。それは、編集以外のことをしてた時にその時間を編集に当ててたらなって考えちゃうんです。完全に編集脳になってるやで。
それで、一応作っとくんだけどこれが垂直風車ね。これは普通の風車と何の違いがあるの？ええー、そうですね。一言では言い表しづらいんですけど、とりあえずこれ読んでください。説明から逃げるな。なるほど、ネザーでも使える風車って認識でいいのかな？まあよくわかんねけどそんな感じ。それではですね、拠点横に風車を作っていこう。あれ、そういえば風車って作ったことなかったな。割とマイクラの建築では定番なんだけど、別にバニラの状態じゃ風車の機能備わってないですし。そういうこと言うのやめろよ。子供たちの風車への夢をぶち壊したやで。すみません。でも、この横に作るならそんなに大きくは作れないよね。絶対他の場所に作った方が良かった気が。いやでも、拠点横にポツンとあるって良くない？お前は俺が絶対に守るからなって感じがしてさ。うん、何言ってるかよくわかんない。おーん？そもそも、風車ってどんな感じに作ればいいんだろ？ああ、風車の作り方か。中段の位置にあたりを見渡せる場所とかない？本当に？ええ、本当にそれは確信を持ってあると言い切れるの？いや、それは。確信もないのにそんな発言をしちゃって大丈夫なの？こいつマジでめんどくせえな。絶対友達になりたくないタイプやで。今の嘘？嘘だから友達やめないでアテネ殿、こんな感じでよろしいでしょうか？まあいいんじゃない？この場所から筒を伸ばして風車を設置したら完成ね。そうは言いますけど、初めての建築だから絶対微調整とかで時間かかるんだよな。でも、その分うまく作れた時の達成感半端ないよ。あ、確かに。しかもその建築を視聴者全員に褒められちゃうんだよ。あれ？面倒くさい建築って最高じゃね？完全に乗せられちゃってるやで。ほら、やる気が出てきたんじゃない？なんかよくわかんないけど建築よく湧いてきた。ここで新たな建築ブロック紹介なんだけど、木材を縦に並べることで木目が縦線のブロックになるよ。へぇ、線の向きが変えられるんだ。それで原木使って作ってみてるんだけど、どう？下の部分にも原木を使ってるからなんかねー。なしかな？なしかー。今度は羊毛をアクセントに使ってみたんだけど、どう？羊毛を使うって選択肢は悪くないんだけど、なしだね。なしかー。前に紹介したおしゃれな木材を使ってみたんだけど、どう？下の景観を壊さずにしっかりと味を発揮してる。ありだね。ありよりもあり出ました。ついに親方から許可が下りたやで。誰が親方だー？ピエン。そして、あとは屋根の部分をデコレーションしたら、いや、デコレーションじゃなくて装飾？でもデコレーションも捨てがたいし。よくいるどうでもいいことにこだわる男。まあ風車をつけたらそれっぽくなるでしょ。結局はボサを出せてたら大丈夫ですからね。そんなわけで外観は完成していたよ。あとは風車を取り付けるだけ。でも、どうやって風車から動力を供給させるの？ああ、それは車軸をつなげるだけで大丈夫。さて、風車くんの出番だよ。一体どんな感じになるんだろ？早く見たいのよ。現在取り付け中なのでせかさないでくださいね。よし、取り付けるぞ。ワクワク。うおー、動いてる。しっかりと動いてるよ。これが伝説の風車なのか？そう、無人島生活において絶大な働きを発揮したと言われる伝説の風車。それが今この島にも誕生したのです。大げさだな。大げさだけど、これはさすがにテンション上がるわね。あげぽよよ。あげぽよよ。それで風車の見た目は、幸運な感じになってまーす。いいね、違和感のない風車に仕上がってるよ。こんな出来のいい建築をしたの何年ぶりだ？多分初めて。いやいや、これまで超すごい建築をしてきてますからね。それじゃあベル、イシウスを自動化させてみようよ。それもそうだね。あ、でもその前に、こちらの角度からも見ていきませんか？おお、いいねー。見とれてないで早くするやで。あ、はい。やり方はすごく簡単で、こちらのギアボックスと石臼を車軸でつなげるだけ。なるほど、これで石臼に動力が供給されるんだ。楽になるわねー。あれ？あんれ？ブロックエンディング？いや、そうじゃないだろ。これ、石臼の周りにブロックがあるとうまく動かないのかな。試しに朝を入れてみよう。どうですか？いつものあのうるさい音が聞こえない。あ、聞こえた。やっぱり、横にブロックがあると作動しないのか。でもここを削ると見た目が悪くなるやで。まあそこは妥協するということでね。逆にブロックの有無でオンオフを切り替えられるって考えたら便利なんじゃない？騒音問題も解決できるしさ。ああ、確かに。いや、これを見込んでこの設計にしたわけなんですけどね。嘘をつ。でも石臼は自動化になったけど、もう朝を使うことないし役目なくない？ああ。これに関してめ、どう思われる？わい、せっかく作ってあげたんだから、使ってあげないとかわいそうやで。ふむふむ、この発言に対して、アテネさん一言お願いします。そうねー、典型的な偽善者の発言って感じね。世の中綺麗事だけじゃ生きていけるわけないですもんね。わかります。あれ？